にちは。ジャパニーズポートよりお届けします、健三です。山小屋に向かっております。そうです、私は山小屋に修行しに来たのです。今回オーストリアにおよそ今日から3ヶ月ですね。3ヶ月ぐらい、オーストリアで過ごしてます。ちょっといろんな体験をまたしたいなと思って、やっぱ日本にいるのもいろんな経験できるんですけどね、やっぱりこっちのこのスケール感とか新鮮さとかそういうものに触れながらこうなんか勤めるみたいな、まあ、言えば生活を送っていくみたいな、そういう経験がすごい大事だなって思うんで、今回もはるばるオーストリアまでやってきました。果たして今回はどんな時間になるんですかね。まあ、去年もいろいろ本当にいろいろあったんですよね、山小屋で。いろんな話をボスとかもして、そこですごい自分の英語のコミもそうだし、コミュニケーション自体もすごく変わった場所が今回過ごす山小屋です。日本帰ってきてからやたらと喋るようになったもんな。なんかこう一つ自分の中のブロックが外れた瞬間でした。なので今回もまあ、どんな収穫があるかなと思って楽しみにしてます。まあ、2年目なんでね、さらにこう深く入り込めるところは入り込めるし、ようになるし、そのコミュニティとかもそうだし、こう自分自身の慣れみたいなのもそうだし、去年よりまた一層と深い時間になるのかなと、学びも多いんじゃないかなと思ってます。相変わらずすごい、凄まじい、いいですね、気持ちいいですね、心地がいい。こんな中にある山小屋です。谷の奥、もうその上くらい、目の前にはこんな滝がパコンとあって、谷の奥の奥に私は身を潜めます。すごいわ、久しぶりに見たけど、ロッキーマウンテンだね。着きました。いただきます。グラバンドヒュッテです。荷物、荷物これです。着きました、グラバンドヒュッテ。オーストリアの山小屋はこんな感じです。
まあなんかこうちょっとやっぱ日本の国立公園とはちょっと違った感じなのはそれはそうなんですけど、尾瀬とはまた全然違った雰囲気のところにある山小屋です。滝がなんせすごいん。でもここは一応1640m で、人々がまあなんていうんだろう、この一個もう一個先に 2000m ぐらいのこう氷河が、万年氷河みたいなのが見れる山小屋があるんですけど、そこを結構みんな目指してきて、その中間地点としてここを使う感じで、ここまで来てこう満たされていく人もいれば、上まで行くんでその途中の食事とかとりあえずお酒ちょっと飲んでくみたいな人たちが来るような場所です。でもここでもう20人とか2、30人ぐらいこう入ってパンパンになって宴みたいなしてる夜とかもあったりもするし、この間60人入れたって言ってました。もう全てがパンパンだったって言ってここでやっていきます。クラバンで減ってこの夏もお世話になります。ありがとうございます。今ここに鹿じゃないや、ヤギいます。これめっちゃ分かりづらい、この指の先っちょぐらいにいるんですけど、わかるかな。あそこに今立ってる山ヤギがいるんです。ちょっと見えないけど、さらに上に向かってますね。ここね、この辺すごいとこにいるよ。こいつが私の肩に刻まれたやつです。うわー、わかんないね画面じゃ。クレイジーです、あそこに張り付いてんの。ただいま9時です。9時でこんな明るい、もっと日なんか同じ感じかと思ってた、日本と。全然こっちの方が長かった。よし、眠ろうかな今日は。ゆっくりしよう、ゆっくり休みます。ようこそグラバンドヒュッテ。おはようございます。いや、昨日初日とりあえず山小屋で過ごしました。今日2日目です。だいぶのんびりしてます。うわ、めっちゃ濡れてる。何かな、ついてとりあえず思ったことはやっぱり、あ、コミュニケーションって難しいなっていうところでも、昨日じゃないや、去年よりもだいぶ溶け込むのが早いですね、やっぱり。でも昨日やっぱ久しぶりにいろんな人がわって来て、ドイツ語を入り混じったりして、お、なかなかコミュニケーションも大変ですなと思いました。日本語でコミュニケーションとのだいぶ楽ちんです。ただまあ今回
こうまた修行にやってきて、まあ一つちょっと自分の中からこう解きたいというか、ちょっとネクストステップに行くの、まず一つはコミュニケーションかなと思ってます。やっぱりこう何の隔てもなく、こうオープンな心でこうスッと人々と関わりを持てるような、そんな力を育んでいけたらなと思っております。ですね。やっぱりすごい久しぶりに、やっぱりこっちの人たちとコミュニケーションを取るのを、ある意味ではやっぱ簡単でもあったりして、こう日本人みたく、なんて言うんだろう、ワンクッション置いてそれからまた次っていうよりかは、やっぱりスッとこうファーストコンタクトでいろんな話ができるというか、まあっちもオープンにこう自分をさせてきてくれるのもそうだし、自分もそういう心で荒れるようにしてるし、その辺はでかいですね。まあそんなんも自分はこうある意味身につけて日本に持って帰りたいなと思ってる部分です。とりあえず時差ボケももうないし、今日も精進していきたいと思います。オーストリア、ありがとう。やってきます。オーストリアのブレックファーストこんな感じです。全然ちょっと綺麗じゃなくてすいません。やっぱもうチーズと、あの生ハムみたいなハムとパンとですね。毎朝これを食べます。ちょっとあんま綺麗じゃない。朝ごはん食べます。ここが食堂、みんな朝ごはんとか夜ごはんとか食べるとこですね。バーカンみたいなのがあって、ここがオープンカウンターみたいになってます。でランダムに置かれたこの謎なソファー、こんなんがあったりしてます。外に行きますか。ここ庭ですね。庭もなんかすごい広々してて綺麗なんです。下にはヨガクラスのルームがあります。ヨガルーム、あの岩がすごいんです。岩見ながら、ヒューザー、相変わらずこのスタイルでやってました。グラファン投げてて、薪ストーブ式ホットプレート、これでお湯沸かしたりよく見ます。アイツンパストヨパストパストユシポピールユシポピールユシポピール、すごい。この
のスタイルでやってんのすごいなって俺最初来た時本当思いました。よいしょ。でこいつをちょっとボーボーに燃やして、これオーブンなんですけど、ここでルバイネプラッテンっていう豚肉のなんだいろいろなんかあえて丸ごとこいつ別丸ごと焼きます。焼くかですね。ベーレンですね。ペッパーみたいな。もうペッパーではありません。よし。ほんで、ズボ。はい。振り入れます。本当にこんな感じだったかな。ちょっと心配だわ。まあ、美味しいでしょ。でこいつをオーブンに入れるだけです。このオーブンを使うにはこの火をガンガンに絶やさないといけないのです。こんな感じになりました。上手に焼けてくれますように。いってらっしゃい。そう、あの水を入れたのはあれがソースになります。オイグラシュペっていうスープ、なんだろう、ビーフシチュー的な感じかな。こっちの代表的なスープです。で
これはクリアスープ、一番オーソドックスなスープですね。よっしゃ、プレップ。去年私が作ったプレップ用紙まだ残ってます。これチェックしてねとか、これ目離さないようにねとか、そのまま残ってます。人々に愛と幸せと、平穏、ピースですね。ピースとラブとハピネスをサービングしましょうっていうちょっとした思いを乗せて作ったプレップ用紙残ってますね。不思議な感覚、自分が作ったやつを半年後に見て、あーこれもやんなきゃだ、そうだこれだったって思い出すみたいな。ちなみに40分こいつ入れてます。チェックチェックチェック。まだまだですね。こいつとりあえず40分やります。でも多分1時間半ぐらいかかるな。こいつたまに超忙しくて忘れて、混ぜ忘れるとガッチガチに焦げついてしまうのです。怒られました何回か。すごい荒れてきた、荒れてきました。グラガンのヒュッテは1640メートルです。ごはー、45分が経過しました。全然まだっぽい、全然まだっぽいですね。なんか火弱いな、ちゃんと閉まってないんかな。ちょっとパワー不足なんで全開でいきます。よっしゃ、やっちゃって、また次の45分だな。もうちょっとかかります。キャロットサラダです。これはビネガーと、ビネガーお酢ですね、お酢とオイル。全然どんくらいなもんかわかんない。もうちょっとビネガー入れちゃう。ツッカー、ツッカーは砂糖、砂糖とアップルジュース、アップルジュース。ジュースっていうのはドイツ語で砂糖っていうか、砂糖、甘み、甘みみたいなジュースって言います。だから日本の多分ジュースはこのドイツ語のジュースから来てんじゃないかなって思います。ほんでスープなもんかな。違いました、ジュース、ジュースっていうのは甘い、甘いでした。よっしゃ、ジュース、日本のジュースはもしかしたら甘いっていうその語源から来たのかもしれません。よし、 OK だな。あれだ、ペッパーと思ったけど、ペッパーよくわかんない、ないな。これでグイーンって回します。キャロットサラダです。まあこれだけ見たらちょっと寂しいけど、まあいろいろポテトサラダが乗ったりする中の一つになります。こいつはどうでしょう。
いい感じじゃないですか。もうちょっとですね。もうちょっといってらっしゃい。誰も来ません。いろいろ準備したけど誰も来ないとこんな感じですごいのんびりしてます。誰か来ると突っ走ってるんだけども、こうやって来ないときはもうほげーっと滝を見つめたり一服したりスープ飲んだりしてます。もうちょっとかな。イエス。できました。切っちゃったけど2時間だな。2時間ぐらいまで撮った。ちょっとカレー入れすぎたかも。カレー入れすぎた。ああ、でもチョコを飲んでるフラッグね。フラッグだ。いいよ。カレー入れすぎた。お完成しました。これはもうソースになります。チリです。ちょっとカレー入れすぎちゃった。第1回シュファイナプラテンできた。お疲れ様でした。ちょっと散歩しに来ました。ここまでだけど すげー。あっちにもあります。晴れそうですね、天気は。今日はこんな感じで今日のところは終わります。ありがとうございました。顔見たおー。